宮澤ひなた選手です。お疲れ様です。お疲れ様です。まずは本日の試合の振り返りをお願いします。はい、今チームとして離脱している選手が多い中で、苦しい状況でしたけど、チームとして勝てたことは大きかったかなと思います。本日の得点シーンの振り返りをお願いします。はい、すごく流れがいい形で、中央突破という形で桃香から、裏のすごいいいボールが来たので、キーパーの位置をしっかり見ながら流し込めたかなと思います。あと残り少ないですけど、全部勝ちに行きたいなと思います。ちなみに今日はビジター席が解禁になりましたけど、アウェーでのサポーターの存在はいかがですか？はい、久しぶりに太鼓の音があって、アウェーの試合でしたけど、すごいホーム感があって、すごい自分らの背中を押してくれた、押してくれたなっていうのを思いますし、こうやって遠くまで足を運んでくださる方々のためにも、しっかり勝利にこだわっていきたいなと思います。では最後にファンサポーターの皆さんに一言お願いします。はい、次も残りの全部もしっかり勝ちに行きたいと思うので、応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。